はい、皆様お疲れ様でございます。ツイソンです。本日はですね、今回のこちらのモデル、2024年3月13日に発売されましたアウェイクニューヨークナイキジョーダンエアシップ SP ユニバーシティレッドについて語っていきたいなと思っております。私はですね、スニーカーズの方ではこんな感じで当選することができませんでした。なんとしてでもですね、このモデルに関してはスニダンでね、二次流通で買うのではなく一次流通でね購入したいというふうに心をね決めておりましたが、まあその結果はね動画後半でお話しするとして、今回のですね、このエアシップとコラボしたブランド、レベルですね、アウェイクニューヨークに関してちょっとまずねお話をしていきたいと思います。このアウェイクニューヨークはですね、ユニオンのオーナーのクリス・ギブスのニューヨーク時代からの盟友、アジェロ・バクの2011年 FW よりスタートさせたレーベルとなっています。ステューシーなどでもですね、キャリアを積んで、その後スプリームに参加してですね、2016年までの10年間でアートディレクションやマーケティングなどを担当、そして最終的にはスプリームのブランドディレクターに就任した経歴を持つ人物でございますと。今後もですね、さらにますますね、大注目されるレーベルとなっております。そして、今回そのアウェイクニューヨークとコラボしたのが、このエアシップになります。まあ、これはね、アママニュエルのモデルになりますけども、エアシップに関してね、皆さんもご存知の通り、まず私がコレクションしているジョーダン1のプロトタイプ、要は全身のものというふうにね、認識している方がかなり多いかと思いますが、実は近年ですね、これからお話しする事実が明確になったとされております。というのがですね、まず有名なお話からさせていただきますが、当時ナイキが推進していたユニフォームカラーとコーディネートした赤と黒のコンビカラーのジョーダン1ブレッド、このねブレッドをジョーダン本人もですね、初めて見た時にね、悪魔のシューズみたいだねとね言わしめたモデルというのがジョーダン1ブレッドというふうになっておりますが、そのデザインインパクトはですね、当時としては相当なもので、 NBA のね公式戦で彼がエアジョーダン1ブレッドを履いてコートに出ると、そのシューズの派手さはたちまち話題となってですね、当時バッシュといえばですね、 NBA では白が標準であったわけです。このエアジョーダンブレッドはですね、その NBA の規定のユニフォームの統一性に関する規約に違反するという問題を引き起こし、 NBA はですね、ジョーダン及びナイキに対して、次の試合にこのジョーダン1ブレッドをですね違反したシューズを履いたら1000ドルの罰金ですね、現在のドル円で150万円の罰金を課すと、その次の試合も履き続けたらさらに上がってね5000ドル、現在の価値で745万円です。それでもやめなければブルズの試合をノーゲームにすると警告したわけです。ナイキとジョーダンはですね、その警告の次の試合こそジョーダン1を1回履くのをやめてエアーシップを履いたわけです。イコールプロトタイプっていう風にねされてた事実から、ジョーダン1を履いてるシーズン中に罰金をね、さらに高くなる罰金を逃れるために一旦エアシップを履くんです、試合で、公式戦で。ですがさらにその次の試合にはまたジョーダン1を履いてですね、その代わりナイキがですね罰金を肩代わりして、まあ罰金というのをですね、投資というプロモーションにこう変換することで、ジョーダン1をですね世界的にこう有名に飛躍させたプロモーションにつながった、そんな背景から今回のモデルが生まれたのではないかと私は推測しております。そう、まさにですね、このジョーダン1のですね、ウィングロゴ、本来エアーシップにはないウィングロゴがエアーシップに落とし込まれる。これまさにね、ジョーダン1とエアーシップの融合なわけですよ。先ほどの試合の罰金を逃れるために公式戦でジョーダン1履いて、エアーシップ履いてジョーダン1履くというね、この歴史的なね、背景を今回の一足に落とし込んでいると。ちょっとここからですね、ナイキの基本的なお話をねさせていただきたいと思いますが、このモデルにはですね SP っていうね文字がついております。まあ、ナイキにはですね、あのいろんなモデル SP 以外にもですね SE だったり QS だったり、様々なですねモデルの種類がまあございますと。でここでですね、ちょっと意味を復習していきたいと思いますが、まず有名なところで言うとね、レトロだったり OG っていうのがねあるかと思います。まあ、レトロに関してはね、過去にリリースされたことのあるモデルのディテールを再現した復刻品ですね。まあ、デザインなどカラーに関してはね、一部を模倣しているものが多くてですね、ナイキの様々なモデルに用いられていると。まあ、まさにこれレトロですよね。続いて OG、 これはオリジナルの略ですね。発売当初のモデルのオリジナルカラーを忠実に再現したモデルに付けられると。そしてね、QS、 クイックストライクの略でございます。一部の店舗でのみ数量限定で販売されるモデルに付けられると。まあ、流通速数もね非常に少なくてですね、コラボモデルなどに貴重なモデルに付けられることが多くあるということで、シュプリームのですねダンクとかも QS がね付いてたかと思います。あとはですね SE ですね、スペシャルエディション、
はい、元々のデザインからね、細かなアップグレードを加えたモデル、あとは生誕何周年などの記念モデルなどにもですね、付けられることがあると。まあ、ミッドタイプのジョーダン1とかにね、よく付けられるのが SE じゃないかなと思います。そして今回のですね、SP、スペシャルの略です。名前の通りね、特別なモデルがリリースされた際に付けられて、先ほどの SE と同じように記念モデルであったり、コラボモデルに多く付けられると。その他ですね、PRM だったり LX っていうのがございます。一応これもね、説明しましょう。まず PRM に関してはプレミアムの略ですね。通常のモデルに比べて使用している素材などが良質なものにアップグレードされている、まあ、高級感のあるモデルになっていると。さらにその上ですね、この LX、ラグジュアリーの略なんですけども、こちらも PRM とはですね、意味合いとしては同じなんですけども、LX の場合に関してはですね、通常のモデルからアップグレードされた PRM をさらに高級感のあるものにアップグレードしたのが、この LX となっていると。まあこういったですね、今回のアウェイクニューヨークナイキジョーダンエアーシップ SP ユニバーシティレッド、エアーシップなのにジョーダンがついて、さらには SP がついているという、このね、もう紛れもなく伝説になる可能性があるこの一足、じゃあ辻さん、一次流通で変えたのかと、二次流通の力を借りず変えたのかっていうところがね、非常に重要なわけです。お見せしましょう。あ、そう、さらにはですね、私も、現在、ユニオンのね、服を着て、ジョーダンの、はい、ブロー&、まさに私もですね、アウェイク、ジョーダンの、はい、はい。ということで、今回、そう、まさにね、ユニオンで、購入ができましたということで、ありがとうございます、ユニオンさん。まあ、これはもうね、速乾でしたが、なんとかギリギリね、ギリギリ購入ができたということで、今説明したですね、解説をした情報であったりね、歴史を感じ取った後に、皆様も手に取ったこの今回のモデルを今一度ね、見ていただきたいというところと、私は初めてこれから開封をして実物を見るわけですけども、まさにね、目の前にこの歴史的なね、背景を身にまとった今回のモデルにこれから出会うわけですけども、私自身もね、想像つかないですけど、もしかするとね、感激のあまり涙するかもしれませんが、その時はね、申し訳ございません。涙は流させていただきます。ということで、私も非常に興奮しておりますが、開封しましょう。さあ、緊張の一瞬ですね。これね、ボックスもすごいんですよ。だからね、綺麗な状態で、お願いします。おっと。おっと、ところどころ。ところどころ白っぽい、来ましたね。まずはね、上蓋、ちょっと若干ここが悲しいですが、まあまあ仕方ないでしょう。はい、これはね、アウェイクニューヨークの店舗の位置ですかね。そしてステッカーですよ、ステッカー。すごいな。で、まあ、いつものね、エアシップの取説。わあ、ちゃんとエアシップでも、今回のモデル仕様になってますね。すごいな。これ自体もすごいな。はい。さあ、ご対面でございます。じゃじゃんと、すごい、これはすごいよ。ちょっとアウトソールえぐい。ちょっと私の想像とはもう全然違う。ガムソールの、でもちょっとこれクリアパーツの劣化させたヴィンテージ感を出した一足なんですね、これね。そうなんです。今回9なんですよ。私ね、エアシップ履いてるんですけど、ちょっとね、8.5 だとちっちゃいんですよ。なので、今回9にしましたというところで。はい。いやー、まあでもここにウィングロゴ入っちゃうんだもんね。アウェイクニューヨークと。いや、でもそう、それにしてもね、スニーカーズのこのヒール部分の写真、あれはすごかったですね。あれをそのまま採用するところが、逆にすごいなっていう。チェックしてないのっていう話なんですけど、伸び伸びでしたよね。で、このシュータンもですね、このヴィンテージのこうオレンジ色で、シュータンタンタグナイキエアーと、裏はね、アウェイク
ニューヨークのジャンプマン。いや、すげえぞ。そして黒タグ付き。で、こっちにはね、ジャンプマンのキーホルダーですよ。やばいね、これね。すげえいい。めちゃめちゃいいっすよ、皆さんこれ。現物えぐいっすよ。辻村チャンネル。はい、ということで。いや、もうね、涙が出るかと思いましたけどもね。実際ではしませんでしたけども、めちゃくちゃ感慨深いなっていうか、もう、これはね、もう今日この撮影が終わった後ね、これを見ながらね、お酒飲みたいなっていう、待ちに待った一足ということで、まあ今回のですね、ようにですね、歴史的背景や、まあストーリーがね、落とし込まれたスニーカーって本当に感慨深いですし、そのスニーカーをね、実際ね、手に入れたいというね、思いや気持ちや衝動はね、皆さんも同じかと思います。そしてね、まさに、ちょっとここから話また変わりますけども、そのさらに高みのね、衝撃、衝動ですね。絶対手に入れたいという衝動をですね、思わせてくれる一足が3月21日に発売されます。それが、こちらです。トロフィールームナイキエアジョーダン1ロー王子セール&バーシティレッドでございますということで、まあもうこれもね、皆さんご存知の通りね、ジョーダンの息子ですね、次男坊、次男がね経営するブティックトロフィールームから発売されるジョーダン1ローとのコラボモデルとなっていると、私もですねこちらハイカットモデル、はい、まあこれ当時ね、私ストック X で27万で購入しております。やっぱバックドアがかなりネガティブキャンペーンになってしまってね、そこまでプレ値は上がっていないと。まああれからね数年経ちますが、今現在もですね、まあちょっと30万は超えてきたかなっていうぐらいですけどもね、思った以上にそこまでね価値は上がっていない一足なんですけども、今回のローをねゲットしたいっていうのはまさにハイカットがあるからローをゲットしたいわけですよ。まあさらにはね、ローが出ることによってハイカットも持ってない人は欲しいというふうにねなる可能性もあるので、まあ私自身ね、待ちに待ったトロフィールームのコラボジョーダン1ということで、絶対にね、手に入れたい。そんなモデルでございますと。もう何が何でもね、手に入れますよ。まあもちろんね、一次流通では多分無理だと思うので、まあ二次流通でね、まあ二足以上欲しいなというふうにね、思っております。ぜひね、皆さんの幸運も祈っておりますが、私自身の幸運も祈りつつ、3月21日ね、皆さん、頑張っていきましょう。まあおそらくね、この動画が公開されてるのは3月20日春分の日祝日にね、公開されてるかと思います。いよいよ明日が本番です。全力で頑張っていきましょうということで、本日の動画は以上で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。